ベポタスチンとは、選択的ヒスタミン H1 受容体喫抗アレルギー性疾患治療剤の一つである。2000年に、田辺三菱製薬から、ベシル酸塩が、タリオンの商品名で上司された。ベシル酸とは、弁ン,ンする本酸を指す。現在、一常中に、ベシル酸ベポタスチンを 5mg が有するた。リオン上5と、同成分を 10mg が有するた。 リオン上10の2種類が発売されており、当該薬剤は指定医薬品、処方箋医薬品である。ベポタスチンはアレルギー性鼻炎、人魔疹、皮膚疾患に伴う創用に対し、その効能、効果が認められている。宇部高産の合成研究により発見され、その後道社と田辺三菱製薬により共同開発を経て2000年にアレルギー性鼻炎への効能。 効果が承認され、2002年に人魔神、皮膚疾患に伴う創業への効果、効能が追加承認され、現在に至っている。ベポタスチンは、現在日本において発売されている第2世代抗ヒスタミン薬のうち、開発からの期間が最も浅い薬剤である。そのため、第2世代抗ヒスタミン薬の中でも、臨床効果の大きさに対して、 比較的眠気の発言頻度が少ない薬剤とされる。もっとも、塩酸フェキソフェナジン、ロラタジン、エバスチン、エピナスチンなどと比較すると眠気を訴える患者が多いことが確認される。また、ベシル酸、ベポタスチンはアレルギー性鼻炎患者を対象とした治験において、テルフェナジンとの二重毛喧嘩の比較を実施した結果、全般改善度で、ベシル酸、ベポタスチンが優位に優れていた。 現在、ベイポタスチンは、日本のほか、大韓民国でも発売されている。また、天眼薬としての利用が検討されているところである。試験で報告された、副作用は眠気5.7%、ー活1.1%、ALT 上昇2.1%、尿鮮血1.1%等であり、使用成績調査で報告された、副作用は眠気1.3%等であった。 また小に特定使用成績調査で報告された、副作用は眠気0.4%、狡轄0.2%、人マシン0.2%等であった。ありがとうございます。